10日の菊は、三島由紀夫の戯曲。全3幕30話からなる。2.26事件を、命を狙われた側から描いた悲劇である。クーデターで難を逃れ命拾いした大倉大臣と、命を張って、主君を助けた中心の女中との16年後の、再会から、人間の性格と運命との関わり合いを描いている。作中では、実際の事件を、10.13事件に変え、 ヒロイン、菊の名は、主君への一般的忠説を表しているが、すでにその菊は、9月9日の徴用の仮説を過ぎて、廃物となった、10日の菊と化していることを、偶意させている。第13回読売文学賞を受賞。1961年、文学界12月号に掲載され、初演は、その後の発売直後の11月29日に、文学座により、 第一生命ホールで上演された。単行本は、翌年1962年3月20日に、新庁社より観光の三島幸雄議局全集に初収録された後、1966年6月30日に、川出処房新社より観光の作品集、英霊の声に2.26事件三部作の一つとして収められた。 10日の菊の背景となるクーデターは2.26事件を変造し、10月13日に10.13事件が起こったという設定で、1936年の過去から現在に結ぶ時点を1952年に設定している。これは作中では物語られていないが、昭和27年が正月から日経が暴力化し、2月には 植民地闘争のでも、4月には、岸信介らの最後の追放解除があり、同時に、日米平和条約が発行し、5月1日は、地の命令があった年で、いろいろな意味で、戦後に一つの時期を隠した年であるからと、三島は語っている。また、登場人物の名前の、奥山菊、森重臣には、昔懐かしい家族合わせ的な命名法を用いて、 いるとし、以下のように3等は説明している。儀曲、10日の菊は2.26事件を重心側から描いてみた引劇である。菊の名にはもちろん具意があり、宿にへの一般的忠誠を象徴して、後に英霊の声であらわにされるような天皇制の問題が、そこは、かとなく、匂わせてある。しかしすでに、中節のその菊は、9月9日の朝陽の仮説を、 過ぎて廃物になった10日の菊と化しているのである。三島由紀夫2.26事件と私三島は10日の菊の最後の幕切れでヒロイン、菊の性格と運命が一致するとし、これを喜劇と見ることも悲劇と見ることも観客本位の全くの自由であるとしている。また、体を超つた女の助けとその息子の犠牲によりまんまと難を逃れた。 森大臣については生きるカバネとして魂の後輩そのものを餌にして生きているとし、それが作中のサボテンの具有意となっていると解説しながら、そうして生き延びた人間の喜劇的悲惨と、その記憶の中に繰り返し現れる思考の栄光の瞬間との対比を描きたかったとし、菊については以下のように述べている。菊は善意を民衆を代表し、自らの悲劇を体験しても、 その体験を真に一回的な、刑事上学的体験に高めることができない。キくは、いわば、第二次世界大戦を通過してかはることのない善意の民衆であり、我知らず、証拠にもなく同じ善意の行為を送るかへす。彼女の心は怨念に満ちていても、決して悲劇の本質を理解しない。そして最後に彼女は言うのである。一度お助けしたら、 どこまでもお助けするのが、私の気象なんですのそうだ。それこそは、彼女の気象なのだ。三島幸夫、2.26事件と私、第1幕から1952年10月13日夜、第2幕翌日の10月14日、第3幕から10月14日の夕刻。10日の聞く発表当時の反応はほぼ好意的なものが、多く、読売文学賞も受賞しているが、 第三幕の展開に疑問を呈する声もある。評価の割には本格的な論級は少ない作品である。江藤厚氏は登場人物の固定観念のズレのおかしさの表出によった誠に小味に気の利いたファルスだと評し、平野健も知的な回転速度と幾重にも逆転するその喜劇性の高さを公表している。堂本正樹は最後の第三幕で、 菊が森家に泊まろうとする意味が不明瞭に見えることや、グレン隊が乱入することに対して辛い評価をしている。松尾明は、戦後社会への鋭い批判が込められているとし、優れて、知的な高度な作品だと評している。倉橋健は、喜劇性と悲劇性の巧妙な工作を評価しつつも、舞台では、悲劇性が現れがちであることを指摘し、喜劇性の演出において、 もう一息のアクセントを要求している。また主題については、森家を宮廷に置き換え、聞く行動の中に皇室に対する戦後の国民の反動の推移のアイロニーを見れば良いと解説している。柴田勝次は、10日の聞くを2.26事件よりも、戦後日本への意識の方に資格が当てられている作品だとし、森重が天皇のとして位置けられるとし、 その森が生けるカバネとして、魂の後輩そのものを餌にして、生き延びている存在として描かれている点を鑑みて、同じように空気を抱えて生き延びた人物が描かれた、須作家の滅亡との比較研究が今後重要であると考察している。ありがとうございます。